皆さんご覧ください。この美しい水の風景、ここは霞ヶ浦です。そして向こうに見えるのが筑波山。今日は雲一つない秋晴れの空が広がっています。とっても綺麗ですよね。ここは行方市、行方の美しい秋の風景が眼下にも広がっています。皆さんこんにちは、西野ひとみです。今日私は行方市霞ヶ浦ふれあいランドに来ています。ここは虹の塔、そしてここは地上から60メートルある展望台です。展望台から見るこの霞ヶ浦の水の風景、見事ですよね。茨城に住んでいて本当に良かったと心から思いました。そんなここ霞ヶ浦ふれあいランドでは、今週末の11月1日2日とお祭りが行われるということです。それでは早速、霞ヶ浦ふれあい祭り実行委員の行方市役所岡部さん、そして増田さんにお話を伺ってみます。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今回のお祭りなんですが、第1回と書いてありますが、初めてなんですか？はい、昨年まで行方市では秋きんど祭りというものを商工会で行っていたんですけれども、はい、今年度は市を挙げて秋きんど祭りですとか畜産祭り、漁師市なんか のお祭りをぎゅっと集めた大きなイベントとして、市民みんなが楽しめるイベントとして開催いたします。へえ。またここは霞ヶ浦ということで、はい、本当に裏がもう目の前に大きく広がっているんですが、はい、この霞ヶ浦ならではのお祭りの内容とかってあるんでしょうか？はい、行方では、はい、帆引船、観光帆引船を土日に行っているんですけれども、はい、このふれあい祭り開催期間中は、はい、行方合同操業ということで、4艘の帆引船がここ玉造りふれあいランドの方に集結しまして、2時30分から操業いたします。まだ予約の方空きございますので、はい、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。この美しい霞ヶ浦の湖畔を走るんですね。そうですね、気持ちよさそうですね。はい、自販船に乗っていただいて、その帆引船の周りをこう漁をしている様子なんかを間近で見られる、とても貴重な体験ができると思いますので、はいはい、よろしくお願いします。例えばその他にも家族連れで楽しめる、はい、小さなお子さんも楽しめるイベントなんてあるんですか？はい、今回ふれあい祭りでは2つのステージを設けまして、はい、メインステージはゆるキャラショーですとか、うん、音楽のイベントがたくさんあります、はい、で保育園児ですとか幼稚園生なんかもこの日のために練習してきた発表がございますので、楽しんでいただけるかなと思います。へー、なんか2日間盛りだくさんで、そうなんです、本当にここではお話できないぐらい内容が盛りだくさんなんです、はい、なのでぜひ足を運んでいただいて皆さんの目で見ていただけたらなと思います。ちなみに会場なんですが、はい、この虹の塔の下、はい、はい、こちらになります。ここの虹の塔ですとか、はい、と霞ヶ浦ふれあいランド、はい、道の駅、玉造り、物産館、こいこい、ここの会場一帯を使って行う大きなイベントになります、はい、1日ではとても回りきれないと思いますので、皆さん2日間スケジュールを空けて来ていただけたらなと思います。はい、はい、というわけで皆さんぜひ今週末行方市に遊びに来てください。さあ、それでは参りましょう。いばきらステーションスタート。皆さんこんにちは。10月28日火曜日、本日も茨城県庁スタジオから生配信でお送りいたします。茨城県民総出演、いばきらステーションのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、どうしたんですか、ジェームスさん。いやなんか今のね、霞ヶ浦の虹の塔からの風景見てたら、のんびりしてーなーと思って心まで今のんびりしてますよ。でも心なしだから、もうできれば現場行って展望台あたりで椅子座って
ボーン。今日なんか気持ちいいよ。ですよね。ましてお祭りやってる最中行ってたらさ、はい、みんながわーっとお祭りで盛り上がってるとか上からこうやってのんびり見て、気持ちいいなそれ。いやいいかもしれませんね。また違う楽しみ方ですね。ね、そう素敵だと思います ね。ぜひ皆さん。はい、今すごくいい天気だったじゃない？もう一回見たい。もう一回見ましょうか。じゃあ見てみましょう。はい、こちら。行方市の霞ヶ浦ふれあいランド、もう気持ちがいいね。もう一面青、湖の青と空の青と、秋晴れでございますよ。いやもうのんびりしたいもうのんびりしたいっていうかしちゃってますよジェームさん。うんって、うん、いやでもいばきらステーションもね、のんびりやっていきますか。うん、うんって言っちゃいましたよ。いやそんなことないですよ。はい、元気いっぱいお届けしてまいりたいと思いますけども、のんびりくれればいいんじゃね、いろいろ。そうですね、こちら皆さんから見て画面右手側のソーシャルストリーム、のんびりと皆さんもこうのんびりしたいなっていうようなコメントとかもどしどしお寄せいただければと思います。着色もらわなきゃ、こっちは着色もらわなきゃダメだよ。こっちは着色で、こっちはのんびり、こっちはのんびり、でこっちは着色お好きなタイミングでコメントをおかけいただければと思います。そして今週のテーマ、〇〇の秋、私の秋の過ごし方、こちらのテーマに沿ったコメントもお寄せ、お待ちしておりますので、どんどんお寄せください。俺今の気分はのんびり過ごす、のんびり、そうですよね、もうさっきから言ってますもんね、もうなんだろうね、魚とか焼きながらね、のんびり過ごす、こう炭のこうパチ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 って音がこう聞こえながら、素敵ですね。なんでしょうね、はい、何さあ、というわけで、ジェームさん、のんびりタイムはここまでです。ここからはしっかりとね、番組明るく元気にお送りしてまいりますね。もう明るく元気にやってるやん。ただのんびりしてるだけだよ。テンポよくいきましょう。はい。さあそれでは、いばきらステーション、お付き合いのほどよろしくお願いします。天気来てみてどうですか。カメラすごく初めて、初めてです。外から見てどう、大きいと思います。楽しみなこととかありますか。どんなことをやっているかとか、いろいろ見てみたい、どんな仕事してるかなとか知ってみたい。見学行ってきます。こんにちは。何ちゃんと、こんにちは。こんにちは。県庁入ってみてどうですか。広い。なんか高くて怖い。高くて怖い。今日は何が楽しみですか。アクアワールド。アクアワールド行くんですよ。行ったことはある？ない。初めて行くの。何みたい、アクアワールドで。イルカのショー。イルカのショー。将来の夢ってありますか、2人は。ある。何？マッサージ屋さん、薬剤師。マッサージ屋さんと薬剤師。え、なんでマッサージ屋さんになりたいの。なんかね、お父さんに言われてるから。お父さんに言われてる。言われてるから薬作りたい。作りたい。作ってみたい。人の役に立ちたい。すごい偉いね。見学行ってきます。ね、なんて言ってる。続きまして、茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。第19回茨城県健康福祉祭茨城年輪スポーツ大会が22日、ひたちなか市沢の笠松運動公園で開かれました。年輪スポーツ大会には、県内44市町村からクロッケー、ゲートボール、ペタンク、輪投げ、グラウンドゴルフの5種目に、およそ1000人の選手が参加しました。雨雲の上は青空でございます。皆さん青空に届くように、疲れっぱい頑張ってください。せっかく県内各地からお集まりでございます。それぞれの競技の中でですね、お友達を作っていただきたい。先生、私たちは日頃の練習の成果を十分に発揮し、各地域の
仲間との友情の輪を広げ、有意義な大会にすることを誓います。雨のため一部の種目で競技時間を短縮するなどして実施されました。芝生上での競技は水分を含んだ芝生に普段の距離感が合わずに苦戦する選手や、鉄球を投げて目標球に近づけるペタンクではぬかるんだ土のコートを利用する選手もいました。ゲートボール、ペタンク、グラウンドゴルフは全国大会の予選も兼ねていて、出場チームなどが決まりました。これを称します。いや、別に雨は困難なんですよ。私は農家ですから、もう年も年だけども最後だと思って頑張ってやってます。靴の中びちゃびちゃですよ。はい、ぬかるんで滑るから、それがちょっと厳しかったです。これで全国大会行けるなと嬉しいです。大変この雨の中嬉しく思います。最高です。それはまた優勝ですよ、全国。そのくらいの勢いで頑張ります。必ずやですね、また全国大会の方でも立派な成績を収めていただけるんだろう。そして同校の方がたくさん、集まりますんで、全国大会でもそういう交流をぜひ深めていただければありがたいな、こういうふうに思ってます。全国大会は来年10月に山口県で開催されます。次のニュースです。来年でサイゴン陥落から40年になるのを前に、ベトナム戦争のその後をテーマとする写真展が水戸市にある茨城大学の図書館展示室で開かれています。展示されているのはベトナムの社会問題を追い続けるフォトジャーナリスト村山康文さんが撮影した写真50点です。茨城大学地球変動適応科学研究機関の機関長を務める伊藤哲司教授が村山さんと友人であることが縁で、学生に今も続く戦争の悲惨さなどを多角的に知ってほしいとの願いから企画しました。会場には枯葉剤によって片腕がないまま生まれた少年や、戦争によって子供を失った悲しい表情を見せる女性など、今も戦争の影響に苦しむ人たちなどを写した作品が展示されています。また下半身がつながった結合ソーセージとして生まれたベトちゃんとドクちゃんの姿や、その後日本の支援によって分離され結婚したドクちゃんの結婚式の様子、ベトナム戦争に参戦した元韓国兵の写真なども見ることができます。まあ、実際見るとやっぱり具体的になんかどういうことがあったのかっていうのが分かって、まあ、よかったのかな。危険時の、あの写真が見てて直視できないっていうか、やっぱり重たいなって、今もまだ問題になってるっていうのは大変だなと。学生たちにとってはもう本当にベトナム戦争といっても生まれる前の話ですし、あのベトナムというとどちらかというともうあの美味しい料理とか雑貨だとかそういったことに興味が出てくると思うんですが、しかしまあそのベトナム戦争の傷跡というものが今でも続いているし、やっぱり戦争というのは簡単に終わらないということをあの実感してほしいなというふうに考えています。でしかもそれがあの一面的ではなくて、戦争ってこういうのは敵味方に分かれて戦ってしまうわけですから、その逆の立場だったらどうなのかといったことも含めて何か感じてもらえればいいなと、まあ、そんなことを考えています。この写真展は11月2日まで開かれ、入場は無料です。最後のニュースです。青少年赤十字の国際交流事業で来県した東ティモールの大学生が27日、水戸市の県立水戸桜の巻高校に1日体験入学をしました。水戸桜の巻高校を訪れたダビッド・デ・シルバさんは、書道など日本の伝統的な文化を生徒たちと共に学びました。一応この間のイメージで書くのに今日同じ文字書いてみて、ね、シルバさんは生徒からひらがなやカタカナ、漢字の書き方を教わりながら書道に挑戦しました。なんでここの D はダなのに最後の文字も D なのにトなんですか。 The same. How do you pronounce it? David. David?
David, T or D? How do you pronounce it? David. David. 生徒はシルバさんの疑問に答えながら一文字一文字を丁寧に説明しました。D? D. 書道の授業でシルバさんは初めて手にする毛筆の感触を確かめながらゆっくりとリンゴの文字を書き上げ、カタカナでダビッドと署名しました。シルバさんはリンゴの文字を選んだ理由として、大子町で食べたリンゴが美味しくて印象に残ったからと語りました。Because ceremony and culture Japanese and my culture Timor Leste different of different ceremony and gratitude.I think so very very good ceremony Japanese and culture. Okay. Next month I will back to Timor Leste. I think important sharing what happened in theActivity, Agnes School and ceremony and culture, Japanese, I think I sharing for my people in the Timor Leste. シルバさんは生徒たちから大きな拍手で見送られ教室を後にしました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。皆さんこんにちは、ピタバル実行委員です。日立の街バルイベント第2回ピタバルが開催されます。日にちは11月6日木曜日から12日水曜日までです。前売り券は3200円、発売場所は日立駅情報交流プラザフラット日立と日立市弁天町にあるダイニングバーセカンダスダイナー、街中交流スポットよってけ FM3 カ所で販売しております。こちらでぜひご購入くださいね。またインターネットからの予約もできます。ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。ピタバルで検索してくださいね。皆さん待ってます。食べ歩き飲み歩きお買い物めぐりでピタバル。ヒーバキラキバキラ TV 公式 Facebook ページに投稿していただいた皆さんの投稿をご紹介するコーナーです。投稿方法はまずキバキラ TV 公式 Facebook ページにアクセスしていただいていいねを押していただきます。その後投稿するフォームからお写真、コメントなどなど簡単に投稿することができます。皆さんからの投稿お待ちしておりますよ。どうしたんですか。何がびっくりした。今一瞬で戻ってきましたね。何ですか。皆さんからソーシャルの方もいただいております。はい、そうなんですよ。早速ご紹介したいと思います。あれ、霞んで裏が見えない、この場所は霞ヶ浦。次がね、霞ヶ浦ふれあいランド祭りいいですねという、ぜひ今週末ですね、祭りですね。11月1日2日、遊びに行ってみてください。はい、あ、今週末でしょ。そうですね、はい、秋の過ごし方、道の駅に行ってグルメを堪能します。食欲の秋ですね。間違いないですよ、ね、ほら日立の方も新しい道の駅できましたしね。そうですか。ぜひぜひいろんな道の駅を巡って、美味しいもの写真撮って、ピックアップの方をいただければ。お待ちしております。というわけで今日のピックアップ参りましょうか。はい、まずこちら。先日、はい、プラスリョウさんのライブを見に行きました。プラスリョウさん、プラスリョウさん、アコースティックギターのライブだったので、静かなイメージでしたが、すべてテンションが上がる曲ばかりでした。やはり生演奏は最高ですという。そうですよね。アコースティックだとフォークソングとかのイメージがあると思いますけど、はい、やっぱり、アコギでもですね、ものすごい激しい楽曲ってたくさんあるわけでございます。
でもこの写真で見る限りちょっと静かな感じかなって思いますよね。確かにこうお食事を楽しみながらライブをっていう感じなんですかね、うん、なんかこうトークメインなのかなって感じもしないではないけどね。そうですね。やっぱり生演奏はいいですよね、うん、最近ライブとか見に行ってます？行ってないんですよ、うん、行きたいなと思っていて、うん、やっぱりねその直って感じる振動とかあるじゃないですか、はいはい、久しぶりに感じたいなと思います、うん、僕はね月一ではライブ吸入してるんで、ね、おーそうなんですか。いろんな音楽を聴くようにしてます。いっぱいこうジャンル様々、はいはい、皆さんもねこう行ってみるといいかもしれませんね。そうですね、まあ、ライブの写真撮られるってのはなかなかないですけどね。うん確かに、ね、夜あんまり良くないですね。禁止のところが多いですから OK ですよっていうところは、はい、ぜひお待ちしております。はい、続いてまいりましょう。こちらお昼時になんなんですが、はいはい、某飲食店のトイレに行ったら、うん、カニがいました。カニなぜあいにっていう今ちょっと3分の1ぐらいあんまり伝わらなかったんですけれども、カニだね。カニですね、うん、トイレですね、うん、こちらですね。はい、なんでこんなところに水を求めて来たんですか。あ、ね、どうなんでしょうね。でも可愛らしいサイズでよかったよね。ちっちゃい。もうちょっと大きかったらちょっとびっくりするね。ヒヤヒヤしちゃいますね。はい。謎ですね。いやこれはなかなかいい出会いじゃないですか。ですね。うん、はい。こういう不思議な写真もぜひ欲しいね。もっともっと。確かに、うん、これみたいなのもね、はい、いっぱいあると嬉しいですね。ありがとうございます。謎だな。はい、続いてまいりましょう。こちらわお先日、はい、某うどん屋のタルタルソースがたっぷりのうどんを食べましたが、あ、はい、タルタルアディクトな私は見逃せない商品を発見。おうまい、ファット、カロリーなんて気にしない。正解正解。いや素晴らしいですね。すごいタルタルソースかかってません？うん、お肉隠れちゃってますよ。これもうおかずとしてのタルタルソースだね。あー確かにそうですね。でちょっと箸休めにお肉があるみたいな。いやえ？タルタル定食みたいな。タルメイン。タルメイン。お肉じゃないんですね。そうそう。まあでもきっとこの方にとってはそれぐらいの。タルタルアディクトですから ね、タルタル中毒というところ。でもこの弁当美味しそうだな、うん、一切れ食べましたね。しかも、ね、一切れ食べてご飯も一口食べて食べましたね、うん、で、うん、あっと思ったんだろうね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。ソーシャルでね、カニが飲食店のあの場所に不法侵入。不法侵入、まあ、ある意味不法侵入でございます。そうですよ ね、ハサミ持ったあいつがとレンジだからね。ドキドキしちゃうよ。ドキドキしますね。ドキドキします。すごいドキドキしてる。身構えますよね、うん、来るなよっていうね。それからですね、はい、タルタルソースうまソース、うまソース。なるほど。タルタルソースうまソース、うまソース、うまいな。さっきもね霞ヶ浦とかね、うん、でそうです。その言い方ですかね。そうです、タルタルソースはおかずです。なるほど、その言い方ですね。タルタルソースがかかっていればご飯を食べられます。タルタね、うん、その気持ち分かります。分かるんですか、はい、タルタルかけご飯とか。タルかけしちゃいけない。かけない。ただこうご飯を例えば僕は、ね、僕はですよ、はいはい、一口分ご飯を取り置けますよ、ね、その上にタルタルソース乗っけて食べる。ネギトロドみたいにタルタル全部かけちゃうのが僕はちょっと苦手。この状態でセパレートになってて乗せつつ食べる。なるほど。分かってないだろう。タルタルソース、これタルタル談義がすごい盛り上がりそうな気がしますけども、ちょっと怖い気がしますが、はい、タルタルソース僕も大好きです。はい、私も大好きです。あの卵がね僕結構はっきりしてるの。あ、こうクラッシュにした卵ですよね。はい、多分それでいろいろあると思います。そうです、ね、僕昔だって飲食店でアルバイトしてる頃、タルタルソース作ってました。お、そうなんですか。自家製の。大変なんだね。お店によってもね、タルタルソース違いますよね。違いますからね。ピクルスとか入ったりしますもんね。うんうん、その辺もぜひ、ね、こだわりになりますよ。皆さん、お寄せいただきたいと思います。はい、
お待ちしております。お待ちしてます。はい、さあ続いてまいりましょう。こちら。おお、美味しいもの続き。先日第5で行われたイベントに遊びに行ってきました。そこで食べたけんちんそば、お野菜がたっぷり入ってて美味でした。うわ、ね、茨城県のソウルフードでございますからね、けんちん。けんちんにこうやってそばを入れてしまうタイプと、はい、つけながら食べるタイプ、ね、つけけんちんですよね、はい、すね、これでもね、いいですね。いいですね。大根がもうここから見ただけでたくさん入ってるのが分かりますね。でもね、やっぱこんにゃくが入ってるんだよね。こんにゃく、こんにゃくがネギの下に隠れてるんですけどね、うんうんうん、あったまるわこれ、うん、そしてイベントの帰り道は少しドライブ、うっそうとした岩見町を登った先の景色がとにかく最高。すごい。この日は天気も良くて大五の澄んだ空気を存分に味わいましたということで。眺めいいですね。ねえ、これを開けたところあるんだね。ねえ、一体どの辺なのかがすごく気になるんだけど確かに、うん、どこなんでしょうね。ぜひ教えていただきたいと思いますけど、さらにマイナスイオンスポットも発見。お、ちょっと車を走らせるだけで軽い旅行気分にもなれる、身も心もリフレッシュできましたということで。なんかちょっといいです ね、綺麗ですね。なんかこうちっちゃい滝みたいなのがありますね、うん、うん、奥にこれ支流とこう合流してるんでしょ、また あー本当だ、本当そうですね。手前にも川があるんです、はい。大五郎どの辺なんだろうね、これどの辺なんでしょうね。行ってみたいな、うん、なんかここを逆に探してみるのもいいですよね。なかなか大変ですよ広いですからね。ぜひよければ細かい情報を教えていただければ行ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ソーシャルでね、さすがジェームスさん分かってらっしゃるというでしょ、ね、でしょ、でしょ、ね、ここに意思疎通が図りましたね。もうね、そりゃそうなんですよ。うん、ね、タルタルですか。タルタル大好きってコーナー作っちゃう続いてはタルタル大好きのコーナーどこまで引っ張れるんだろう確かに、ね、逆に気になりますね、どこまで引っ張れるのかっていう。で、タルタルを何にかけたら一番美味しいかとかね。え、チキンだけじゃなくて、あ、うん、そうか、白身魚のフライとか、コロッケとかね。あ、コロッケ、エビフライとか。あ、エビフライもいいですね。ありますから、ね、広がりそうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、あるあるイバキラ TV でですね、ポスター作りまして県内企業様、お店様に設置のご協力をいただいております。そんなお店様を今日ご紹介しましょう。今日はこちら、ドマドマさんでございますね。ありがとうございます。なんかイケメンじゃないですか。かっこいいですね、鼻立ちが整っている、うん、なんかでなんかまたこっちおしゃれな雰囲気のお店ですね、はい、ぜひドマドマさんに行けばポスターとイケメンになるということでございます、ね、はい、ぜひともですね、まだまだの企業様、お店様、うち貼ってもいいよ、持ってきなよって言ってくださるところを募集しております、はい、コメントいただければスタッフがお持ちしますので、ぜひともよろしくお願いします。お願いいたします。そしていばきらピックアップでは皆さんからのご投稿お待ちしておりますよ。お写真、コメントを添えて、お寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。以上、いばきらピックアップでした。こんにちは。こんにちは。今日は県庁に来たわけですか。初めてですか。初めてです。初めてです。初めてどうだった。初めて来てすごい、県庁が1階だったってすごい高くてびっくりした。どうだった、見てみて。広いし、地下とかもあってすごいと思った。どうでした。なんかすごく高くてびっくりした。高くてびっくりした。今日はね、見学で何が楽しみですか。今日見学でいろんなとこ見て回ったり、一番楽しみなのが展望台で茨城県とかを見渡せるのが楽しみです。何が楽しみですか。展望台から、見渡すのと、あとクイズとかのが楽しみです。何が楽しみですか。クイズとか、展望台で。展望台、やっぱり高いとこ行ったことないもんね。茨城県とか勉強したい。勉強したい、茨城県について勉強したい。将来の夢ってある。将来の夢、釣りとかするテレビ出てる。釣りのテレビ出たいの。釣り大好きなの。結構行く。結構行く。いや、俺週1回行く。週1回行く。週1回。お父さんと行ったり、なんか今やってるスポーツとかありますか。いや、バスケ。バスケ。将来の夢は。バスケ、日本一の、世界一のバスケットです。あ、すごいね。じゃあバスケこれから頑張っていくから、ね、将来の夢。
ろいろ探してる途中、はい、今好きなものってある？ダンスとか。ダンスちょっと頑張りたいなみたいな。ありがとうございます。見学頑張ってきます。皆さんこんにちは、茨城警備隊の監督、脚本、撮影、編集、音楽、声の出演の飯塚隆です。茨城警備隊は茨城県のいろんなところを舞台に茨城のイメージダウンを図る悪の組織と、全員茨城県民で構成された茨城警備隊との戦いを描いています。茨城ら TV のオンデマンドにて11月7日より第1話が配信されます。ぜひ見てください。どうぞお見逃しなく。はい、茨城警備隊です。我ら茨城警備隊、茨城を警備するぞ。本日も茨城県庁スタジオから生配信でお送りしております。茨城県民総出演、茨城ラステーション。本日のお相手はジェームス秀樹と鈴木桃子がお送りしております。はい、11月7日が楽しみです。はい、テンションが上がりましたね。いつもでしょ。本当ですか？いつもです、そうですか、はい、タルタル談義でちょっとこう、はい、上がってきたんですね。ぐんぐん来ております、ね、はい、はい、この後皆さんからのソーシャルストリームのトークまだまだお待ちしております、はい、ぜひお寄せください、はい、さあそして続きましては、うん、10月11日土曜日に北千代田市の西山の里桃源で行われた、うんうん、お月見の夕べというイベントがございます。こちらの様子が VTR で届いておりますのでご覧ください。どうぞ。この奥にですね、青山荘、水戸黄門様が、住んでたところがございます、皆さんもご存知だと思うんですけれども、約300年以上前ですね、亡くなる10年間をこの青山荘で過ごされてました、ここで住まわれた時に、黄門様も増家さん、賀来さんはじめ家来の方々をねぎらうために、青山荘に観月山という本当にお月さんがきれいに見える小高い山があるんですけども、そこで、お月見の夕べを開催してました、それにちなんでこの桃源でも、もう10年以上前から、開催しております。
中でですね、いろいろなこう演奏したいなと私自身思っておりました。その中で、まあ、バイオリンとか、今までにも琵琶とか七力とか、オカリナであったりハープであったり、いろいろなコンサートやってますけれども、いろいろな日本の楽器、または、そうですね、外国の楽器問わず、この庭園で、ここに響く音色を聞きたいなという思いで、やってます。普通のバイオリニストは少ないんですけれども、僕の場合はその皆様がこうイベントを考えてくださる方が、まあ、ここでバイオリン聞きたいなっていうふうに言っていただけるんだったらできるだけ応えたいということで、僕は野外のイベント結構多くオファーを受けさせていただいております。はい。例えば僕は観光大使は大使というポジションでやっていた時期があるんですけれども、まあ、例えばそのいろいろな名所だったりとか、そういうここも含めてですけど、いろいろな名所とかいろいろあるんですけど、で食も美味しいんですけど、僕は北長田の一番のいいところっていうか素敵なところは人だと思うんですよね。そこに住んでいる人たちのその生き様っていうか、その瞳を見た時に、あ、なんかここすごくいいとこだなって、その瞳とその姿を見て、この場所がなんか素敵な場所なんじゃないかなっていう風に感じさせられるような、そういう人たちが生きている場所だなって、住んでらっしゃる街だなって思うので、そこが僕は一番の魅力じゃないかなって思ってます。すごく幻想的な感じでございますけども、でもなんかお客様の、ね、笑顔を見てすごく会場盛り上がったじゃないかな、そうですね、そして楽曲もとっても素敵な楽曲でした、はい、以上ご覧いただきました。さあ続きましてはですね、はい、こちらの番組、茨城県民総出演の番組となっております。はい、私たち MC 陣が皆さんのもとにお話を、お伺いしに足を運ぶ場合もございます、はい、そのコーナーがこちら、茨城ラピープルのコーナーです。はい、はい、今回の茨城ラピープルは大沢さんが北茨城市の観月会2014六角堂展という、お話を、お聞きしてきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。どうぞ。テタという女性のアーティスト、女性の方もいらっしゃる。彼女は、まあ、菩薩を模した冠と、はい、こういったメイクを、参加者に行うワークショップ33元堂というワークショップや、はい、平面作品を作る活動を行っています。またもう一人、やはり僧侶の川上修行、彼は、はい、日本の漫画ですとか、はい、まあ、戦隊ものですとか、そういったもののイメージソースに仏教というのものが結構あるんですけども、はい、そういったものをモチーフにした、はい、メディアアート系の作品を主に作る作品作家です。その3人が集まりまして、はい、まあ、同じ多摩美術大学つながりということで、改めて東日本大震災以降に仏教と現代美術をいかに直接的につなげて表現するか、そういったものを目的として結成されました。はい、なるほど。はい、私初めてこういったその仏教と美術の融合っていうものを拝見したんですけれども、平林さんも僧侶でいらっしゃるわけですよね。はい、でお二人、川上さんと平林さんが僧侶 で、はい、でアートもやってらっしゃると、その多摩美術大学で美術を勉強されているということですよね。はい、仏教をメイクだったりアートだったり、いろんな現代の美術で広めるというユニットになってるわけですね。特に個々の活動ではまた、はい、いろいろと行っているんですけども、その他に関しては、はい、このテタが、この自ら菩薩に扮して舞踏を舞って、私と川上が、はい、度胸や照明、節のついたお経ですね、はい、それを唱えまして、今まで震災にあった場所ですとか、はい、そういったいろいろな信仰や伝統的な、日本の文化といったものに関連性のある場所に行って、はい、パフォーマンスを行いまして、はい、映像を撮り、それを発表するという形をとっています。なるほど。そういったつながりで今回はこの茨城県の北茨城市で、はい、そういったそのアート作品の展示だったり催しが行われているそうですよね。はい、どんな内容になるんですか？2014年度観月会というタイトルで、はい、
まず岡倉天心亭および六角堂で私どもソワカの展示、はい、ソワカのメンバーの個々の作品と、はい、3人でのパフォーマンスを元にした映像作品、それと六角堂ではインスタレーションの展示を行わさせていただいています。またここの岡倉天心亭を会場にしたお茶会、はい、それと近くにございます岡倉天心記念美術館での岡倉天心と仏教のつながりをテーマにしました講演会、はい、その3つを合わせまして、はい、歓月会として今年は催し物が行われます。そうなんですか、はい、今このお話を聞いているこの場所もその天心亭という場所で、本当に岡倉天心も日本の美術の先駆けということで、やはり仏教ともこうつながりが深いですよね。そうですね、はい、縁が強いその岡倉天心のこの天心亭で今回ソワカさんが、はい、催し物ができるというのはかなり貴重なことになりますよね。はい、はい、ちなみに今回この天心亭に展示される絵画作品などはどういったものがあるんですか。はい、今回展示している作品を簡単に、はい、説明させていただきます。はい、お願いします。まず最高伊豆六角堂月光図屏風という作品が後ろの、襖絵になります。あ、素敵。川上修行の作品でして、川上さんの、はいはい、真言宗では、はい、ガチリン観といいまして、はい、まあ、心の中に満月のような心、清らかな心をイメージして、はい、瞑想する方法があるんですけども、そこから着想いたしまして、はい、まあ、よく見ると、まあ、月光仮面が描かれているんですけども、はい、月光仮面、はい、その他にもいろいろな、本当ですね、あ、見つかりました見つけました、はい、その他にもいろいろな、はいはい、仏教に関するアイコンというものが描かれています。まあ、味噌なのが、はい、これが復興前の図ではなく、はい、復興後の図なんだけれども岡倉天心が描かれていること、それが彼のちょっとロマンチックなところではないかなと思います。じゃあ想像して描かれたわけですよ ね、はい、そうですね。なるほど。そして続いての作品なんですが、はい、テタさんの雲の上で君を待っているという作品になります。これはどんな内容の絵になるんですか。雲中供養菩薩という、はい、平等院法王堂の中に描かれている、はい、菩薩像、はい、雲の上で、様々な仏様が、菩薩が描かれている仏像があるんですけども、はい、それをイメージソースにしまして、はい、現代的なこういったファッションといったものを、はい、その仏像のイメージに重ね合わせて、はい、500年後1000年後に現代のこういったファッション文化といったもの、はい、メイクですとかファッション文化といったものを、はい、仏像の形を取りまして伝えていきたい、そんな思いを込めて、制作したというふうに聞いています。なるほど、はい、ちょっとブーツを履いていたりですとか、はい、あとメガネをかけていたり、はい、やっぱりこう現代的なファッションが取り入れられてますよね。面白いですね。彼女自身もすごくおしゃれなんですよ。あ、そうなんですか、はい、ご自身もファッションがお好きなんですね、はい、そうですか。そして続いての作品は、はい、一番奥になるのが、はい、私の作品になるんですけども、お、山林さんの、はい、ブッダイズオンザインナームーン、アズマンダラっていう作品になります。お、マンダラ、すごく神秘的でなんか吸い込まれそうな作品なんですけども、これは何を表現してらっしゃるんですか。仏の目、仏眼っていう言葉は仏教用語であるんですけども、はい、まあ、仏の知恵の象徴で仏様の目っていうものがございます。はあ、その仏様の目、それをアイコンにしまして、はい、仏様の目を象徴化した菩薩で仏眼仏母尊というのがあるんですけども、はい、それをもうちょっと分かりやすく円に、目でシンプルに描きまして、はい、その後ろ光背、仏様の後ろにこういう火炎状のものっていうのがありますよね、はい、仏様のオーラを表すものなんですけども、その2つを組み合わせて、はい、ちょっとポップな感じに描きました。また下に色の砂ですとか、はい、そういったものを配置して、それによって、はい、まあ、絵と
配置した色綱ですとかそういったものを合わせて、はいはい、曼荼羅的な構成にしたものが私の作品になります。そうなんですか、はい、絵だけではなくその周辺の着物まで一緒にアートなわけですね。そうですね。へー、またこう目の雰囲気がすごく印象的な絵ですよね、はい、ありがとうございます。こういったいろいろな作品が今回のこの観月会で展示されてこの天心亭で皆様にご覧いただけるわけですね、はい、この展示はいつまで開催されているんですか。11月の、9日の日曜日までの展示となっています、はい、そうなんですか、まあね、このアート以外にも観月会でその美術館の方だったりいろんなところで開催されているということですので、はい、ぜひこの機会に総川さんのいろいろなアートそして観月会を楽しみにぜひ北茨城市の方にお越しいただければと思います。最後にですねぜひ総川さんとしての今後の夢や展望などについてお話を伺いしてもよろしいですか。はい、はい、この後、はい、11月末から12月の頭にかけまして、はい、新宿の眼科画廊というところで、はい、私の作品をとあとソワカの映像作品、はい、今回映像作品発表しています岡倉天心へのオマージュとなりますセレモニー法岡倉天心という作品がございます、はい、そちらの映像作品と富士山を巡るさまざまな仏教や神道そういったものの集合した信仰をモチーフとしました作品を、はい、展示いたします。そうなんですか、はい、そういった展示も行われるということで、はい、ぜひお越しいただければと思います。本日はアートユニットソワカの平林幸久さんにお話を伺いいたしました。ありがとうござい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 ました。このソワカの活動っていうのはすごい素晴らしいですね、うんうん、皆さんの活動ね、うん、それですごく素敵でございましたね、はいはい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。以上いばキラピープルでした、はい、さあそして続きましては、うん、10月18日土曜日に常陸大宮市文化センターロゼホールで行われた宇田阿部音楽祭というイベントの様子の VTR をご覧ください。どうぞ。10月18日秋晴れの中常陸大宮市文化センターロゼホールにて宇田阿部音楽祭が開催されました。宇田阿部とは常陸大宮の言葉で歌おうという意味です。廃統合されて現存しない小学校を含めた38校の校歌を現役児童 OB OG が高らかに歌い上げました。当日は三住慎一郎常陸大宮市長も参加し800人の来場者は自慢の母校の校歌を歌う美しい歌声に拍手を送りました。高校の小学校を卒業した皆さんもそうだと思いますけれども特に亡くなってしまった小学校を卒業された方はその思いが最も強いんじゃないかなというふうに思っております。いろんな思いを込めてですね今日は私も歌わせていただきますけれども一緒に歌ってですね、この素晴らしい企画ができればまた続けてほしいなと思いますけれども皆さんに感謝を申し上げながらお祝いの言葉とさせていただきます。本当におめでとうございます。世代の方々の交流や、いろいろ地域の方々との触れ合いがあって非常にユニークな会だったと思います。もう卒業してからもうずっと
小学校の時の同級生に何人か行き合いまして、あと先生にも行き合ったんですよ。びっくりしましたね。それが印象に残ってますね。今後もしかしてまたやりたいという声があれば、来年もということになるでしょうし、今日立大宮市をする宇田部音楽祭という、イベントが秋には必ずあって、全国に散らばっているその立大宮出身の方がね、年に1回は故郷に帰るというようなことにつながって、定期的にそういう方々が戻ってくるようなイベントになればいいかなというふうに。こんにちは。こんにちは。今日はどこ行ったの？どこ行ってきたんですか？アクアワールドです。アクアワールドどうだった？行ってみて。いろんな魚に触れ合えてよかったです。触ったりしたの？はい。アクアワールド何が楽しかった？シャークウォッチングに行って、なんかサメのご餌をあげるのを見ました。あ、どうだった？サメ見てみて。迫力がありました。ああ、いいですね。アクアワールド何が楽しかった？イルカショーのイルカのジャンプがすごく高くてびっくりしました。迫力あった？はい。どうでしたか？アクアワールド。アクアワールドでモラモラっていう、お土産屋さんがあるんですけど、すごい迷っちゃって、いろいろいいものがありそう。何か買ったの？下敷き買いました。あ、下敷き、はい、魚が描いて、はい、好きな魚って言いますか？はい、サメです。サメが好き。サメいっぱいいるもんね。はい。将来の夢ってありますか？やっぱり水泳の選手。水泳の選手？プールやってる？スイミングやってる？はい。何歳くらい？3歳4歳ぐらいからずっとやってるんだ、はい、プール頑張るんだね、はい、将来の夢は先生。先生？学校の先生？どんな先生になりたいですか？優しい先生。優しい先生の夢あります？バレーボールのオリンピック選手になりたいです。バレーずっとやってるんだ、はい、クラブで？クラブチームではないんですけど、最近からずっとサブも入るようになって、自分でもちょっと成長したなと思ってきたので、これからもっとバレーを頑張って、はい、夢は？サッカーの J リーガーになりたいです。どういうところが楽しいですか？サッカーの相手からボールを取るところが気持ちいいです。頑張って、はい、せーの、県庁見学行ってきます。茨城県自然博物館では現在、開館20周年記念企画展新茨城ふどき人と自然の物語を開催しています。茨城には全国有数の出荷量を誇る農水産物や自然を生かした伝統的な工芸品、自然と関わりの深い歴史ある祭りなどが存在します。今回の企画展は人と自然の関わりをテーマに、茨城の豊かで多様性に富んだ自然によって育まれてきた産業や文化などに焦点を当てて紹介します。展示の目玉は常陸太田市の東金沢神社と西金沢神社からお借りした二基の神輿です。72年に一度だけ行われる大変珍しい祭りである金沢磯出大祭礼で担がれるこの二基の神輿は、実際の祭りでは出会うことがないため、2基を同時に見られるのは非常に貴重な機会となっています。新茨城ふどき展は11月24日まで開催しています。詳しい内容はミュージアムパーク茨城県自然博物館のホームページをご覧いただくか、電話番号 0297-38-2000 0297-38-2000 までお問い合わせください。本日も茨城県庁スタジオから生配信でお送りしてまいりました、茨キラステーション。そろそろエンディングのお時間でございます。はい、
はい、あの今日さ、はい、小学生たちが、うん、あの県庁見学に来ていろいろインタビューしてる映像が流れましたけど、はい、記憶にないんだよね。記憶にない、こういう県庁見学とかに来たこと、ジェームスさんがってことですよね、うん、もうはるか昔の話だけど、あ30数年前、はい、30数年前、うん、あ確かに、でも私もないかもしれないですね、うんうん、ちょっと羨ましいっちゃ羨ましい、ね、そうですよね、うんうん、なんかいろいろね授業サボってきてるわけでしょ、サボってとか違います、あれも立派な授業の一環です、あ、はい、授業の一環としてね、そうですよ、校外学習ですからね、あのそう、校外学習ってあんましなかった記憶がある、本当ですか、遠足ぐらいしかなかったんだ、遠足、遠足だとどの辺、第5第5、うん、袋田の滝とか、ね、ああ行きましたね、うん、袋田の滝、確かに確かに、であのこんにゃくをお土産で買ってきてね、おばあちゃんとかに優しいな俺自分で言っちゃっただからそういう部分ではすごく羨ましいなと思う、だってそうですよね、アクアワールドオーラメイクとか言ってたでしょね、うん、羨ましい、結構ハードスケジュールですよ、ほら行って、うん、店長行って、うん、ハードですよ ね、うん、はい、そこはちょっとなんかいいなっていいな、確かに羨ましいですね、うん、遠足、まあ、あのこうやってね、でもいろんなあのコメント答えてくれるの本当にありがとうございます、ありがとうございました、はい、これからもご協力よろしくお願いいたしますけども、ね、はい、さあそしてですね、今週まだまだですね、ソーシャルの方でも、はい、皆さんコメントいただきたいと思います、はい、私の秋の過ごし方、はい、まるまるの秋、うん、私の秋の過ごし方、はいはい、ね、ぜひともですねコメントいただければ嬉しく思いますけども、はい、そうですね、うん、ジムさん、はい、のんびりって言ってましたけどね、うん、言ってましたよ、はいはい、うん、どうですか今日1時間はのんびりでしたか、のんびりしてないでしょ、のんびりしてよかったです、オープニングだけで、まあ、番組終わったらもうすごくのんびりしますから、あ、本当ですかね、はい、でも今日のんびり日和ですもんね、ね、うん、秋晴れ、あのオープニングのね、あの皆さんお届けした映像、気持ちいいもんね、はい、さあ、はい、そのまあ、今日気持ちいい天気ですが、明日のステーション内容は、はい、明日のイバキラーステーション、まずオープニングは石岡市内からお送りいたします、はい、そしてイバキラーピープルではひたちなか市のひたちなかスイーツフェア2014についてお話をお伺いしてきました、ぜひご覧ください、はい、そしてお別れの映像は、はい、この後北茨城市からの皆さんの声をご覧いただきながらお別れしたいと思います、さあというわけで、イバキラステーションそろそろお別れです、本日のお相手はジェームス秀樹と鈴木桃子がお送りしました、それでは皆さん素敵な午後をお過ごしください、こんにちは、今日はどちらからいらしたんですか、茨城県の勝田から来ました、はい、勝田から何回目ぐらい、初めてかな、初めてですね、そうですか、はい、どうですか北茨城、ここいいところですね、いいとこですね、爽やかで今日はとても天気もねいいので、はい、はい、そうですね、うん、どうですか北茨城で何かこれからお昼とか召し上がるんですか、そうですね、あのお弁当持ってきたんでその辺でいいですね景色見ながら、六角堂今日は中は入れた、入りましたね、あのあ中には入れないですけど、あの周りまで行きました、岡倉天心とかね、はい、横山大観が愛した土地ということなんですが、はい、どうですか、やっぱり芸術性豊かな感じがしますか、そうですね、あの思ってたより小さかったんでもっと大きいと思ってたんですけど、まあ、茶室だということで、まあ、ちょっと小さいからびっくりしました、ね、今日はこの後 北茨城のどちら回る予定ですか、ちょっとあの泊まりで来たんで、あの民宿のところであの泊まっていくことがあって、まあ、じゃあ明日もこの辺をちょっと回って、そうですね、じゃあ楽しんでいらしてください、ありがとうございます、梅の香りに